節原定理というのを勉強します。まず、どのような定理なのか、説明します。この名前で少しわかるように、節線と弦に関係する定理です。円があって、このように、接線があるとき、この接点から、好きな方向に、弦を引きます。そして、この、接線と弦との間に、角を考えます。また、この、接線と弦の間の弧に対して、このように、円周角を考えます。すると、この角と、この円周角が等しい大きさになる、という定理です。例えば、ここが40度なら、ここも40度である、というわけです。では、このようになる理由を、まず、自分で考えてみてください。とても、ひらめきにくいですよ。では、これが成り立つ理由を簡単に解説します。厳密な証明ではありません。まず、この接点から、中心を通って直径を引きます。そして、この弧に注目します。この弧から、ここに、円周角を作ります。また、この弧から、こっちにも円周角を考えます。もちろん、こことここは、円周角の定理により、等しい大きさです。赤丸としておきます。さて、この時、これは、直径ですので、ここは、90度になっています。また、ここも、90度です。よって、こっちの角は、90度、引く、赤丸。こっちの角も、90度、引く、赤丸。つまり、この二つの角は等しいと言えました。これで、節原定理の解説を終わります。